おはようございます、せねどらです。今回は年末年始の休みを利用して6泊で区切り打ちをしようと思います。当初は3泊か4泊しか、時間取れないかなと思ったんですが、思いのほか長く取れたのでたっぷり歩きそうです。徳島駅に到着です。今回は高知市内まで歩く予定なので、次からは高知空港を利用することになるから、この景色はしばらく見納めですね。はい、前回区切り打ちの、最後の場所になった麦駅に到着しました。今回もいい天気なので気持ちのいい歩き遍路ができそうです。今日から1週間たっぷりと歩き遍路してみようと思います。おはようございます。今11時27分です。麦駅着きました。これからね、今日は宍喰まで行こうと思います。宍喰20キロぐらいなんですけど、今日急変の道行こうと思ってるんで、もうちょっと時間かかっちゃうかもしれないですね。頑張って、宿に5時に着きたいなと思ってます。基本的には24番穂積岬島でひたすら国道55号を歩いていくんですが、ところどころ横にそれる遍路道があるので積極的にそっちを歩いています。この辺りも前回歩いたことがなかったので初めて歩く遍路道ですね。やっぱりこういう道歩いてると気持ちいいです。右側にローソンを見つけたのでちょっと寄ってきます。今日はまだ昼飯を食べてないので、どっかの休憩所で食べるための、おにぎりだとか、そういうのを買い込んでいきましょう。本当は、1巡目の時に寄ったあそこに見える陽子港っていう中華料理屋さんに寄りたかったんですが、今日は定休日ということでやってませんでした。ついてません。今日は何箇所か旧遍路道を歩こうと思ってます。浜辺を歩いたり峠を越えたり、なかなか面白そうなので、今からワクワクしてます。そんなこと言ってる間に最初の旧遍路道に到着しました。大阪峠、これを越えていきます。地図で見ると距離はそんなにないのでちょっと舐めてたんですけど、出だしからいきなり高度を一気に上げていきます。なかなかきついです。距離が短いので耐えられますけど、これ長かったら遍路転がしレベルですね。しばらく我慢して登り続けると、その先は比較的平らな山道が続きます。こういう雰囲気の山道だったらどんだけでも歩けるんですよね。いや、非常に気持ちのいい道です。ここが大阪峠のピークなんでしょうか。こっからは下るだけなんでしょうけど、ビューポイント50メートル先っていう標識を見つけたので、ちょっと行ってみます。特に展望台があるわけじゃなくて、歩いてる途中から急にパッとこういう景色が見えるんですが、多分ここがビューポイントなんだと思います。綺麗ですね。今歩いてる旧土佐街道は、麦から海陽町にかけて8つの峠と8つの浜を越えるんですよね。なので八坂八浜って呼ばれてて、江戸時代までは徳島県で一番の、交通の難所だったんだそうです。今歩いてる大阪峠はその一番目の峠です。まあ、今日全部の峠歩くことはできないと思うんですが、いくつかは歩いていこうと思います。上から見えた、海岸に降りてきました。この堤防沿いに歩くのか砂浜歩くのかよく分かんなかったんですが、きっと昔の遍路さんはこっち歩いたんだろうということで、砂浜を歩いていきます。旧遍路道を歩いてきて、さっき上から見たあの海岸に出てきました。麦海岸っていうのかな。いや、素晴らしいよね。こんなところが遍路道になってるなんてね、知りませんでした。前回はあそこ歩いたんですよね、55号線。多分あそこ歩く人の方が圧倒的に多いんじゃないかと思うんですけど、2、30分遠回りしただけでこれですよ。これどう考えてももうこっち歩かないと損だよね。特にこのルート単調なんでつまんないんだよね。でもこういうところを歩いてると楽しみが増えて、好きなルートになりました。海辺を歩く遍路道って言えば大木の浜が思い出されますが、
まさか麦にもこういうのがあったなんて全然知りませんでした。もっとちゃんと地図見ないとダメですね。しばらく行くと、川っていうんでしょうか、で遮られてこれ以上行けません。どっかから向こうに渡れるのかなと思ってしばらく調べたんですが、結論どうやっても渡ることができないようです。仕方がないので国道55号に戻ります。ここの階段1巡目の時に足が痛くて絆創膏を貼ったところです。いや懐かしい階段です。川を渡ったら内妻トンネルの手前を左に曲がります。ここです。ここを曲がってさっきの反対側の方に出るんですね。あそこにも標識があるので間違いないなと思ったら、なんとこれ矢印が右向いてるんですよ。右ってことはこれですね。さっきの大阪峠よりもワイルド感たっぷりのとこ入ってきます。大阪峠と同様に出だしに一気に高度を上げていくタイプのなかなか厳しい峠です。松坂峠っていうらしいですね。ちょっと舐めてた分精神的なダメージも大きくて、びっくりしましたけど、峠そのものはそんなに、距離がないのであっという間にピークを迎えて降りていきます。下まで降りてきました。ここまで降りてくればもう安心です。ここからは海沿いをまた歩いていくんでしょうか。しかし綺麗な海ですよね。魚釣りしてる人が、何人もいらっしゃいました。普通に砂浜を歩くのかと思ったらなんとこんなところも歩きます。しかもここちゃんと遍路道として指定されてるんですよね。いや本当に今回はなかなかエキサイトなルートを歩いてます。ほら実際ここに、遍路の標識があるんですよ。いやすごいところです。しばらく歩いたら、国道55号に戻ります。前回は国道55号をひたすら歩いてたんですが、まさかこんな面白い遍路道があるとは知りませんでした。時間に余裕があればこっちのルートをぜひおすすめします。いやすごい気持ちよかったけど、砂浜歩くの疲れるね。足にダメージがすごいあります。でもああいう起伏に富んだとこ歩けるのって楽しいけどね。思ったより登りがきつかったです。世界初が走る街海陽町、これって線路と道路の両方を走ることができる DMV のことですよね。一度乗ってみたいなと思うんですけどなかなかチャンスがありません。この先に鯖瀬坂があるんですが、そこは前回歩いたし、トンネル歩くのも味気ないので左側の道にそれてみました。こっちは特に遍路道ではないんですが、海沿いの気持ちのいい道です。今回は時間的な都合もあるので鯖大師本坊は参拝しないでスルーします。その代わり鯖瀬大福、前回食べれなかったので今回は食べようと思って寄ったらなんとあんが切れてて売り切れだそうです。ショックですね。穂積崎島で残り58キロです。遍路道はここの分岐を左に行きます。素晴らしい場所に立ってるお遍路さん御用達の民宿大砂荘さんです。とても気持ちいいですね。今日は気温が今10度ぐらいなんだけど、こうやって歩いてるからちょうどいい感じです。風もないしね、天気もいいし景色もいいし、さっきの砂浜歩いてちょっと疲れちゃってね、今日ペースが若干遅めです。このままだと宿に着くのは5時半から6時ぐらいになっちゃうかな。ちょっと遅いですね。今日は鯖大師寄らなかったんですけど、寄ってたらちょっとやばかったかもしれないです。右側に見えるのは民宿大砂さんです。さっきの大砂荘さんと間違えないようにしましょう。国道55号の1本、海側の方を歩きます。こっちが歩き遍路の道なんですが、前回こっち歩いたっけな。前回はほとんど55号を歩いたような気がするんですが、案外見落としてるもんです。右前に見えるのは浅川駅です。
浅川駅を越えたところにあるのが福永カフェさんです。ここはお遍路の休憩所もついてるし場所もいいので、休む歩き遍路さんが多いみたいなんですけど、私入ったことがなかったので今回初めて寄らせていただきました。さっき福永カフェっていうところに寄ったんですけど、実はあそこのママさんに前回ここ通った時に飴ちゃんもらったんですよね。でその時、納め札とかお渡しできなくて、ちょっとそれがねずっと引っかかってたんですよね。なので今回ちょっと寄らせてもらって、アイスコーヒーを1杯いただいたらお接待でトーストもらっちゃいました。四国の人はあったかい人が本当に多いんでね、いろんなところでいろんなお接待を、受けて本当感謝感謝です。この場所であなたが心を癒すことができれば幸いです。いや、なんて素晴らしい言葉が書いてある休憩所でしょうか。遍路道はここの分岐を左に行きます。穂積岬島で残り52キロです。向こうに見えるのが阿波海南駅です。まだ55号には戻らず、並行してこっちの道を歩いていきます。遍路地図ではまだまだまっすぐ行って海府駅のところで55号に出るはずなんですが、お遍路の案内シールが、ここで55号に合流しろという内容になってたので、それに従って55号に戻ってきました。今日は峠越えに砂浜歩きもあったのでこの辺で疲れがだいぶ出てきたんですが、なんとここで、視聴者様からお接待をいただきました。なんとこの視聴者様、お嬢さん連れて、神戸からわざわざお接待するためだけに来たんだそうです。お嬢様連れてっていうだけでも驚きなのに、なんとお母さん連れて3世代、ま、ワンちゃんもいてね、もう4世代っていうんでしょうか、大勢で応援に駆けつけてくれました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。お接待でみかん2個もらいました。はい、休憩です。今さっきそこで視聴者さんからわざわざ神戸からねお接待しに来てくれたということで、いや本当ね申し訳ないです、3時間かかったって言ってましたけどね、本当にありがとうございました。もう感謝感激です、感動です。で頂戴したのがまずこのみかん、ありがとうございます。それからウィダーインゼリー、これも助かりますよね、こういうの本当助かるんですよね、ありがとうございます。それとポチ袋、これは本当になんかもう申し訳ないですね、逆に本当にきっと時間もお金もかけて来てくれたのにね、本当に申し訳ないですけど、ありがたく頂戴します。ありがとうございました。その後に近くの果物屋さんのおじさんからねさらにみかんもらってですね、急にお接待フィーバーになって助かりました。でも皆さんありがとうございました。後日視聴者様から画像を送ってもらったんですけど、本当にね感無量っていうのはこういうことかと、こうやって応援してくれてる方が見てくれてるっていう、それが分かっただけでも本当に嬉しかったですね。本当にありがとうございました。ちなみにここが海府駅なんですが、もし遍路地図通りに歩いてたら私こっから出てきたはずなんですよ。となるとさっきの視聴者様とも会えなかった可能性もあってね、本当にお大師様の導きっていうのはあるんだなってびっくりしました。ふれあいの里悠々なさです。そしてその駐車場には遍路小屋第39号なさが併設されてます。広くて面白い形してます。ここで休む歩きお遍路さんも多そうですね。なさ湾までやってきました。獅子喰まではもう一息です。でもさっきの視聴者さん、お接待のために来てくれた方たち、おばあちゃん、お母さん、お嬢さん、3世代でわざわざいらっしゃってくれたんですよ。しかもお接待
するためだけにですよ。いやー、やっぱこういうことってあるんですね。いやー、ほんとね、感動して胸がこうちょっと不思議な感覚になるというかですね、ちょっと恥ずかしくてあんまり言えませんけど、いや本当にね、遍路やっててよかったなって思いましたね。時間がちょっとやばいんですが、さっきの接待の後から、疲れが抜けて速度が上がってるので、この分で今日民宿恵比寿っていうところもあるんですけど、5時過ぎ、目標5時10分だね、頑張っていこうと思います。遍路道はこのまままっすぐですが、左側に面白そうな道があったのでちょっと入ってみます。まずは茅ヶ崎のろし台です。昔徳島藩が海上警備のために10カ所ののろし台を設置して、これが順にのろしが上がることで、徳島城下まで情報が伝えられたんだそうです。島薬老事件っていうのは下のテロップに入れておきますので、ぜひお読みください。なかなかすごい話です。もうすぐ日が暮れます。前回歩いた時もこんな雰囲気でしたね。この辺りで妻が足痛くなっちゃって、私ザック2個背負ってここを歩いた記憶があります。35キロ歩いて2人して死にそうな顔して歩いたのが懐かしいです。旧土佐街道を見つけました。ただちょっとやばそうだし、もう日も暮れるので行くのはやめておきます。民宿ハルル亭さんです。ロッジ尾崎で同宿だった方がここに泊まったみたいで、食事がすごく美味しかったって言ってましたね。温泉があるのも魅力です。セブンイレブンが出てきました。この先はしばらくお店がないので、必要なものがあればすべてここで買っておきましょう。歩き遍路道はここを斜め右に入るようなんですが、今日は時間がないのでこのまままっすぐ行っちゃいます。今日はお昼からスタートで、結果としては 22、3 キロ歩きました。前半戦砂浜を結構歩いたので、思ったよりも足腰のダメージが、 あと山登りもちょっとあったんでね、大変でしたけど、いいお接待もあってとても充実した一日でした。あと10分ぐらいしたら宿なんで、早く入りたいと思います。前回泊まったリビエラ宍喰です。温泉が素晴らしかったですよね。はい、穂積岬島で41キロ、薬王島で49キロ、もう半分以上来ました。今日のお宿民宿恵比寿にやっと到着です。なんとか日が暮れる前に到着することができました。いや、しかし綺麗で立派な民宿ですよね。民宿なんでしょうかこれ、見た感じ旅館レベルですよね。はい、お邪魔します。いや綺麗です。最近できた新築の建物的な綺麗さですよね。すごい。いやー、これ左側が、食事どころで、右が厨房になってるようです。左に曲がってここがお風呂ですね。男子用と女子用があります。その奥にトイレがあります。トイレは一番奥が男性用の小便器があります。その手前に個室のトイレがあるんですが、これだけ綺麗な建物ですからね、トイレももちろんとても立派なものが用意されてます。続いてお風呂です。ここね、お風呂も立派なんですよ。家族風呂というか個人風呂というか、なんですけども、とっても綺麗なんですよね。これは民宿ではなかなか出会えないレベルです。洗い場は一つだけなんですが、とても広々とした浴室になってます。いやー、ゆっくりお風呂に入ることができそうです。2階が客室になってるので2階に上がってみます。何回も言うけど綺麗ですよね。自販機も置いてあります。ちなみにこの自販機、夜は、全部売り切れになるので、買うんであれば早めに買っておくことをおすすめします。洗面台です。
とても綺麗で清潔感のある洗面台なんですが、お湯の出があんまり良くないみたいで、朝は冷たい水で顔を洗いましょう。トイレももちろん綺麗です。1階の他に2階にもトイレがあるのが助かりますよね。いやこれはね素晴らしい。今日の私のお部屋は石台っていうお部屋でした。これがまた綺麗なんですよ。8畳ぐらいある広々としたお部屋です。テレビもあるしエアコンももちろんあります。いや本当にこれすごくないですか。びっくりするレベルです。場所も最高ですよね。遍路道沿いにあります。もちろんこのクオリティなので、浴衣だとか、そういうのも全て用意されてます。ちょっと残念だったのがこの洗濯機なんですよね。洗濯機乾燥機が入り口と逆側の方にあるので、夜洗い物を持って建物の裏に回らなきゃいけないのがちょっと大変でした。はい、食事どころです。ご主人に聞いてみたらこれでも建物は築18年なんだそうです。いや驚きの綺麗さです。飲み物は自分で冷蔵庫から出して飲むようです。今日はビールを1本だけいただくことにしましょう。ここのお宿は漁師の宿と呼ばれてるだけあって、料理がねやっぱりうまいですよ。本当にねごちそうさまでした。おはようございます。6時から朝食をいただいて6時半です。外まだ真っ暗ですね。今日峠道行こうと思ったんだけどこの暗さだとやばいんで、行くのはやめてトンネルで向こうに抜けます。朝食は質素ですけどやっぱり美味しくてね、本当にごちそうさまでした。いや助かったのがこれです。余ったご飯とおかずでおにぎり握っていいんですよ。今日歩く区間ってもう店がほとんどないので昼飯難民になることが多いんですが、これは本当に大助かりです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回はいよいよ、修行の道場土佐高知県に突入します。チャンネル登録高評価コメントをぜひお願いします。それではまた。